今日はマモルのお風呂事情パート2を紹介するよ。実はフェレットには立派な水かけがついてるんだが、マモルは水嫌いです。言わせてもらうけど僕はフェレット、カワウソではないさっさと湯に浸かるぞ頑張れマモルポタ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 。お、お、いけるか泳げるか泳げるか怖くない怖くない僕はカワウソと同じ痛うわ怖いた力ワッ最後まで泳ぐことはできなかったけど、安定のポジションを見つけたのでした。極楽、極楽湯上がり、実際のボディライン細すぎ。片耳ペタんなってるで。最後はかなり荒めの体吹きをしていく。 この後は地獄のドライヤーをして、体の水分をすべて削らかしたら、なんということでしょう。偽りのふわふわボディーラインになりました。まるで亀の倒しみたいですね。ペレットも風邪をひくので、湯上がりの水分はしっかりとってあげてね。